ゲートってあんなに大きかったっけ。拡大しているわね。間違いなく50年後の未来と比べればまだ小さいけれど、ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス、多分行ける気がする。そうか、その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜群病院。そこへ行けば必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将市が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか。10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか。それじゃあ一緒に行く人を絞る？重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ！どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうか。それなら俺も一緒に行く。重ね一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。わかった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃあ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜群病院へ、ママに会いに。待ってるからな。
どこかで間違えてたら家の名を失うことになるぞ。ここにいちゃダメだ。すまない。後悔することになる。やろうユイト。君、上手だから頑張って見つからないようにしなきゃ。あまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。あっちの方がいいかな。もういいかい。もういいよ。ユイトはどこに隠れたのかしら。ここならきっと大丈夫。お母さんから見えてないよね。すぐに見つけちゃうわ。お母さん？あなたは、カサネなのね。あ、私は…え？ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿が、そこにはあったから。レイブは賭けに勝った、と言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ…一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ。過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと、何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには、本当にユイトが死ぬしか方法はないの。え？ええ、そうよ。ユイトが生きている限り、世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな…死ぬ…なんで…だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。え？わかった。理由はわからないけど、そうすればいいのね。お母さん、
どこかに行っちゃうの？待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるってかくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ？もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すれば、あの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。僕が大丈夫？大丈夫になったら、お母さん、あのお姉ちゃんとどこかに。そんなの、やだ！だったら、すぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト！待ちなさい！すぐにシェルターへ避難してください。急いで。君、お母さんは近くにいないの？え、お母さんは。見せダメだ。君も急いでシェルターへ。よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに。ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあ、こっちへ。君、大丈夫か？
りして。そうだ、思い出した。あの時助けてくれたのはカサネだったんだ。そうだ、カサネ。ベイブの見せたビジョンと同じということは。お母さん、なぜだ。おい、カサネ、一体どういう。ママ、話は後で。おそらく脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか。それは大丈夫よ。私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代に留まれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえば、ベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど。あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム科の怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒム科がどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが。しかし、重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒム化もできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる貝も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が投下されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せない。だよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが、月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ。怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。こんな形だけど、お母さんにまた会えてよかったね、ユイト。
でも、いきなりすぎてどう接したらいいのか。せっかく会えたんだもん、とりあえずたくさん話しかけちゃえば。何から話そうかな。話したいことはたくさんあるんだけど。そういえば、カサネの育ての親が俺のお母さんだって話、カサネとちゃんと話してなかったよな。なあカサネ、今ちょっと時間あるか。ええ、大丈夫だけど、何か用？実はお袋の話をしたくてさ。カサネも話したいことあるんじゃないかなと思って。そうね、なら水葉川まで付き合ってもらえる？え、なんで？二人で話せる場所の方がいいでしょう。それに少し戦闘の肩慣らしをしておきたいの。実戦訓練を兼ねてってことか。あ、じゃあ俺弁当作っていくよ。きっと腹が減るだろう。ピクニックに行くわけじゃないんだけど。まあいいわ。じゃあ1時間後に出発ってことで。よし、せっかくだから腕によりをかけて作るぞ。この辺の会はあらかた片付いたな。そろそろ休もうか。ほら、カサネの分の弁当。なんだ、カサネ黙っちゃったぞ。嫌いな野菜でも入ってたのかな。それとも凝りすぎてドン引き。もっと簡単なのにしようと思ったんだけど、ついつい力が入っちゃってやりすぎたかな。別にいいんじゃないかしら、味も悪くないわ。あ、ありがとう。それじゃあ食べながら話そうか。しかし俺の袋をママなんて呼ぶから驚いたよ。私のママのことをあなたがお母さんって呼んだんでしょ。そんなのどっちでも一緒じゃ。いや待てよ、育てられたのはカサネの方が先なのか。そうね、ママが渡月にいた頃に私を育てて、それからスオーでユイドたちを産んだことになるから。ってことはカサネと俺は姉と弟みたいなもんなのかな。ちょっと待って、どうして私が姉なの？だってカサネが先に育てられたんだろ。つまりカサネの方が俺より年上ってことじゃないか。それはそう言われるとその通りね。あまり深く考えたことがなかったわ。結構大雑把なとこあるよなカサネって。まあ海抜群にいると実年齢がいくつかなんて意識することもないしな。私自身記憶がないのよ。ママがいなくなってからランドール家へ養子に来るまでのことは。その間に兄貴と俺が生まれたわけだから10年は経ってたことになるよな。冷凍睡眠でもされてたとか。そうかもしれないわね。
私が覚えているのは、大事なママがいなくなった辛い気持ちだけ。ああ、でもほら、お袋が渡月を離れた結果俺が生まれたわけだから、俺としてはありがたいかなって。そう。あ、悪い、ちょっと無神経だったな。いいえ、ママが渡月に残っていたら、あなたが生まれていないのは事実よ。だとすると、俺も重ねのことをお姉ちゃんって呼んだ方が。やめて、お姉ちゃんはナオミだけ。そんなの私には似合わないから。わかった、もう言わないよ。ふぅ、食べた食べた。我ながらなかなかだったな。そうね、ごちそうさま。ねえユイト、ママとまた会えたこと、あなたはどう感じてる？そうだな、世界の危機だし、必要に迫られてたけど、正直言えばめちゃくちゃ嬉しかったよ。私もママの顔をこの目で見た瞬間、自分が子供に戻ったみたいで不思議な感じがしたわ。お互い小さいうちしか会えなかったんだもんな。俺、お袋と話したいことがたくさんあってさ。私だって。でもその時間はあるのかしら。どうなのかな、いつまでこの時代にとどまっていられるのか、重ねは聞いてないか。何も。もしかしてこのままこの時代にとどまってくれるんじゃないかって思いたいけど。うん、でも正直、心のどこかで分かってる。ずっと一緒にはいられないんだろうなって。そうね、でも寂しがってばかりいるのも何か違うような気がするの。ごめん、重ねは偉いな。俺なんかつい締めっぽいことばっか言っちゃって。別に責めてるわけじゃないわ。ただ私は会えなくなることが関係の終わりだとは思いたくない。たとえ一緒にはいられなくても、誰かに愛された記憶はなくならないものでしょ。俺も小さかったけど、なんとなく覚えてるな。お袋と一緒にいて自分が幸せだったこと。そういう記憶がある限り、どれだけ時間を隔てても私たちの気持ちはつながってる。そう思いたいの。いいな、その考え方。レッドストリングスなんてなくても心は時間を超えてつながってるのかもな。ええ、言葉にすると陳腐だけれど。そうかな、そんなことないと思うけど。でも時間跳躍能力には随分振り回されてきたよな。文句言いたくなることもあるけど、でももう一度お袋に会わせてくれたことだけは感謝したいかな。そうね、大事な思い出が増えたわ。笑わないでほしいんだけどさ、俺直接会って声聞いたらなんかグッときちゃって、正直泣きそうだったよ。本当はちょっと泣いてたんだけど。笑わないわ、私も同じ気持ちになったから。ちょっと街の外でくつろぎすぎたかな。ちょうどいいわ、食後の腹ごなしをしてから帰りましょう。よし、二人で協力してサクッと片付けるぞ。気を抜かないでユイト、雑魚ばかりとは限らないわ。サスで連携を取って周囲への警戒も怠らないで。重ねって自分じゃああ言ってたけど、やっぱ結構お姉ちゃんっぽいとこあるよな。何？何か言いたいことがあるみたいだけど。ああ、いや、なんでもない。さあ行こう。
最近ユイトを見ていると、お姉ちゃんの人を見る目は正しかったんだと実感するわ。私の方がユイトを色眼鏡で見ていたのね。え、ナオミは俺のことなんて言ってたんだ？それは姉妹の秘密よ。でもお姉ちゃんはあなたをとても信頼していた。もちろん今は私もね。ユイトには何か特別なものを感じるわ。うまく言えないけれど。ああ、俺もだよ、カサネ。なんていうか、つながりみたいなものを感じる。ああ、なんだ？あの、白い花、もう見つかったから、他に何か探してる植物とかないかと思って。いや、今は別にないかな。そう、わかった。今、思いっきりがっかりされた気がしたけど、なんで急にそんなこと聞くんだ？それは、だって、ユイトのこと、手伝いたいから。つぐみには、いつも力になってもらってるよ。戦闘でも、花のことでもさ。それで十分だって。でも、私、あの…ん？どうした、つぐみ？何が言いたいんだ？あ、ごめん。別に言いにくかったら無理しなくていいんだ。待って。言う。私、言わなきゃ。勇気、出したい、から。つぐみ？私、ユイトと、え？俺と友達？ずっと考えてた。ユイと優しいし、植物の話もちゃんと聞いてくれた。だから仲良くなりたいって、白い花探したのもユイトの役に立ちたくて。そうしたら友達になってくれると思ったの。そっか、日枝野さんの帰り道であの花にこだわる理由聞いた時もそれを言おうとしてたんだな。うん、あの時嘘ついたわけじゃないけど、一番の理由は友達になって欲しかったから。だから何か探し物とかもっと役立てることがあったら言って、何でも手伝うから。そんなことしなくていいよ。やっぱりダメ？私なんかと友達になるの？何言ってんだよ。ダメも何も、俺たちもうとっくに友達だろ。え？少なくとも俺はそう思ってたよ。つぐみがOKならこれからも友達のつもりでいるけど。でも私いつもちゃんと話せないし、花も結局持ってこれなくて役に立てなかったのに。友達になるのに役に立つかどうかなんて関係ないよ。それに前からずっと普通に話してるじゃん。私の話し方普通じゃないから、
に赤くなって黙っちゃうし、目見て話せないし。それがつぐみの普通ならそれでもいいじゃないか。逆にどんなのが普通だと思ってたんだ。つっかえずに話せて、たくさんおしゃべりできて。そうしないと気持ちも伝わらないから。そんなことないよ。たくさん喋らなくたってつぐみの気持ちはちゃんと俺に伝わってるし。本当？だってつぐみはわざわざ俺の曖昧な記憶から花の名前調べて日枝野山を一人で登ろうとしてたんだぜ。その行動力見たらつぐみがどれだけ俺のこと考えてくれてるか誰だってわかるよ。それにそんなことしてくれるやつなんて友達以外にいないって。そうなのかな。そうだよ。ほら植物だってさ、何も喋らなくたって一緒にいるだけでなんか安心するだろ。うん。だからつぐみも役に立たなきゃとか無理に自分を変えようとかしなくていいんじゃないかな。今のありのままのつぐみでいればそれでいいと思う。なんだか変な感じ。このままでいいなんて思ったことなかったから。私いつも普通になりたくて、そうじゃないとカゲロウ以外の友達できないと思ってたから。さっきも言ったけど俺はつぐみの友達だからさ。だからつぐみに無理しててほしくない。あの白い花だって山の上で咲いてる方が幸せだってつぐみも思ったからそっとしておいただろ。だから俺つぐみも自分が生きやすいような自分でいてくれたらなって。ちょっと偉そうだけどさ。ううん、そんなことない。嬉しい。俺の方こそつぐみの友達でいられて嬉しいよ。そういえば花のことだけどさ、探してる花今思いついたよ。何？何でも言って。こないだの白い花は持って帰れなかっただろ。だから代わりにこの場所にあった花を育ててみようかなって。アジトの中でも咲かせられる花って何かあるか。もちろん友達としての相談だから別に。いろいろある。アジトの中だと直射日光が刺さないから日陰に強い花がいい。スパティフィラムとか。スパ。でも時々は外に出して日光に当てた方がいい。ずっと日に当たらないと花咲きにくくなるから。土も種類に合った土じゃないと花が疲れちゃう。いい土買える店知ってるから今度教える。初心者向けの簡単なやつがいいんだけどな。簡単な植物なんてない。みんな生きてるから。わかった。つまり本気で接しろってことだな。つぐみ楽しそうだな。植物の話も遠慮なしって感じだ。つぐみも俺のこと友達だって思ってくれたんだな。これで本当にお互い友達同士になれたってことか。よし、それじゃご教授お願いします。つぐみ先生。うん、基礎からみっちり教えるからちゃんとメモ取って。え、はい、わかりました。前に自分のこともっと気にかけてって言ったけど、あれやっぱりいい。え、
どうしてだ？自分を大事にしてほしいのは変わらないけど、もっといい方法思いついたから。笑わないでね。私、ユイトに水をあげる人になる。私、ユイトのお世話係になるから。笑わないよ。ありがとう、つぐみ。私とユイトの距離縮まったよね。嬉しいだな。俺も嬉しいよ、つぐみ。これからもよろしくな。ユイト、話したいことがある。なんだよ、また何か嫌味でも言いに来たのか？違う。他の奴らに聞かれたくない。ムスビーズへ行くぞ。ついてこい。おい、ちょっと！何勝手に決めてんだよ。ああ、もう仕方ない奴だな。それで、今度は俺に何の話なんだ？この間、お前と言い合いをしただろう。ああ、覚えてるよ。あの続きをしたいわけじゃないよな。俺はもう嫌だぞ。ああいうのはうんざりだ。そうじゃない。あの時は、僕も感情的になりすぎた。だからその、悪かった。今、なんて言った？悪かったと言ったんだ。何かおかしいか？僕だって、自分の過ちを認める度量はある。いや、俺もちょっと言い過ぎたから。でも、そんな素直に謝ってくるなんて、意外だよ。あの時、お前を苦労知らずのお坊ちゃまと言ったが、お前の境遇を考えると僕の方が間違っていた。両親を亡くして、今度は自分の記憶もなくしかけて、お前はお前でいろいろと苦労してきたんだからな。まあそう言われてみると、それなりに苦労してるのかな。僕の謝罪を受け入れてくれるか？ああ、気持ちは受け取ったよ。言っておくが、僕が謝ったのは間違っていた部分に対してだけだ。お前が鈍いのは真実だから謝らないぞ。その言い方、ちょっとは改善しろって。ま、そこは性格なのかな。苦労といえば、お前、ベルペッパーだと言っていたな。それがどういうことか、ちゃんと理解してるのか？え？そりゃ、そもそも生まれつき能力がないってことだろ？本当にわかってるのか？一言のように言って。一般人よりもハンデを負ってるんだ。無力なんだぞ。まあ、心もとない気持ちはあるけど。もしかして、心配してくれてるのか？違う！ただ僕は、お前がそんな風に軽く言っているのが理解できないんだ。建前はどうであれ、無能力者は見下され、差別される。お前がスメラギ家だろうとお構いなしだろ。口ではおべっかを使っても、内心じゃ馬鹿にされるんだ。そんなこと、僕なら耐えられない。今までとは違う目で見られるだろうとは思ってるよ。でも俺って人間が
丸ごと変わるわけじゃないからな。超能力があるとかないとか、スメラギ家がどうとか、そんなのは関係なく、俺自身を見てくれる人もいるさ。お前はタフなのかバカなのか。散々ひどい目に遭ってるのによく平気な顔をしていられるな。お前を見ていると僕も簡単に弱音を吐いたりなんてできないって思わされる。褒め言葉だと思っとくよ。それにしても紫電にも弱音を吐きたくなることがあるんだな。別に弱音を吐きたくなってるわけじゃない。不満に思っていることならあるけどな。今までずっと努力してきても僕の実力は海抜群で正当に評価されてはいない。歯が良くて腹が立つ。ああ、うん。自分の力が認めてもらえない気持ちは俺にもわかるかもしれない。スメラギ家の人間ってだけで俺自身の努力を見てもらえなかったりするしね。この間の試練みたいに。お前も結構な嫌味を言うじゃないか。先輩として一つ助言してやる。自分が認められていないと思うなら、誰もが認めざるを得ないぐらいに強くなる。それが唯一の方法なんだ。僕はずっとそのために努力してきた。これからもそうするつもりだ。へえ、試練って意外と熱いところがあるんだな。意外？どうして意外なんだ？いや、試練はもっとクールなんだと思ってたよ。案外俺と試練って似てるところがあるのかもな。ふざけるな！どこが似ているんだ？お前みたいなお坊ちゃまと一緒にするな！わかったわかった。似てない似てないよ。全然。だって俺、そんなに口悪くないし。何？この間のアドバイスだって、もっと優しく言ってくれれば。あ、そういえば、俺まだお礼を言ってなかったな。あの時は冷静に聞けなかったけど、嫌味を除いたら、結構的確なアドバイスだったよ。ありがとな。当然だ。僕は常に今より上を目指して戦い方を研究し続けてるんだからな。ああ、その辺はさすがだと思うよ。またそのうちにアドバイスしてくれるか？いいだろう。だが、今度も容赦はしないぞ。その時になって泣き言を吐くなよ。ああ、覚悟しとく。頼りにしてるよ、紫電先輩。最近はよくやっているんじゃないか。え？紫電が俺を褒めた？僕を何だと思ってるんだ。僕は無能な奴が嫌いなだけだ。できる奴には敬意を払うさ。それに褒めたわけじゃない。努力を買ってやっただけだ。ユイト、少しは僕の凄さが分かってきただろう。ああ、試練はすごいと思ってるよ。前からずっとね。そういえば嵐、あれから強制お休みプログラムの話をしてこなくなったな。そもそもなんで作ろうと思ったんだろう。俺みたいなやつを休ませるためって言ってたけど、そういえば俺を誰かに似てるって。そうか、あの人を呼び出してみよう。嵐は嫌がるだろうけど、これがきっかけになれば。
なあ嵐、前に俺と吹雪連隊長が似てるって言ってたよな。ああ、そんなくだらないことを律儀に覚えていたのか。確かに似ているよ。真面目で青臭い考え方なんかがね。嵐は俺に真面目すぎて良くないから休めとか力を抜けとか言ってくれたけど、その言葉もあの強制お休みプログラムっていうのも本当は全部吹雪連隊長に向けたものなんじゃないか。面白い考察だね。なぜそう思ったんだ。いろいろあるけど、倒れるまで働いていた吹雪連隊長を見たのが決め手かな。あの人を見ていたら確かに強制的にでも休ませないといけないだろうなって。だったら嵐は俺にするような話を吹雪連隊長にしなくちゃいけないと思う。もしユイトの言う通りだとしても、そんな面倒くさいことはお断りさ。嵐はそう言うと思ったよ。だから勝手なことをして悪いけど、吹雪連隊長をここに呼んだんだ。もうすぐ来るはずだよ。何？失礼するよ。ユイトからメッセージをもらったんだ。姉さんから話があるってことだったけど。吹雪？ふん、知らなかったよ。ユイトは随分とおせっかいなんだね。そっちが先に休めたのなんだの言ってきたんだろう。だからお返しだよ。やれやれ、まったく君は。姉さん、ユイト、これはどういうことなんだい。吹雪、悪いが私からは特に何の話もないよ。嵐、そんなこと言って。まあ確かにいろいろと口を出したくなることはある。でもね、お前に私の価値観を強いるのは違うと分かっているつもりだよ。考え方が違うからといってその生き方を悪いとは思わないし、否定もしない。私ばかりが正しいなどというのは、まあ思い上がりというやつさ。驚いたな、姉さんがそんなことを言うなんて。そうかな。ある実験の過程で得た答えなんだけどね。実験？ああ、なかなかに愉快だったよ。いい被験者がいたおかげだな、あれは。ま、要するにだ。お前はそのまま自分が信じるように進めばいい。姉さん、嵐。ただ無理はしないでくれよ。お前が倒れても私は支えられないからな、物理的に。ああ、分かってるよ姉さん、ありがとう。ごめん、嵐の言う通りちょっとおせっかいすぎたな。いや、思いのほかすっきりしたよ。面倒だからと避けてきたが、言えずに溜まっていたものが重荷になっていたのかもしれないな。おかげで少し軽くなった。そうか、それならよかった。というわけでこれはお礼だ。受け取りたまえ。お礼？あ、司会が。お休みプログラム簡易版だ。ビジョンがぐるぐる回転するから嫌でも。目が回って。おお、それだよユイト、いいグデっぷりだ。グデユイト呼んでやろう。嵐、本当は怒ってるだろう。やあ、頑張っているようだね。頑張りすぎるのもどうかとは思うが。はは、嵐が言うほどでもないんだけどな。ユイトはサボることに対しての自覚が足りないようだね。サボることは悪いことじゃない。
自分の力を把握し、適度に休むことができて、初めて一人前になれるんだ。精進したまえ。ユイトが倒れると、悲しむ人間も多いんだ。かくいう私も、その一人なんだがね。君はなかなか見どころがあるね。だが頑張りすぎは禁物だよ。ありがとう嵐。うん、気をつける。なあカゲロ、これからその時間があったらちょっとお茶でもしないか。野郎にお茶に誘われるってのは新鮮だな。ましてユイトからなんてよ。なんでそんなに意外そうなんだ。そりゃそうだろう。結局俺はお前の父親の仇なんだから。今まで俺があれこれ言って連れ出したりしたけどよ、お前の方は内心わだかまりがあると思ってたぜ。確かにわだかまりはあるよ。前も言った通り、カゲロウがやったことを許したわけでもない。ま、そりゃそうだよな。でもだからこそ、カゲロウがどういう人間なのか、何を考えてるのか理解したいって今は思ってる。それにカゲロウと街に出かけたりするのは結構いい息抜きになったしね。へえ、そういう話なら茶なんて渋いこと言わずに、俺がもっといいとこに連れてってやろうか。いいとこってどこに連れてく気なんだ。それはついてのお楽しみってな。いいとこって言った割にはずいぶん寂しい場所に来ちゃったけど。俺みたいな奴の言うことをホイホイ信じてどうすんだ。あんなの嘘だよ、嘘。何のために俺をここに連れてきたんだ。お前、俺のことを理解したいって言ったよな。だったら話してやるよ。ここなら邪魔も入らない。聞きたいことがあるなら何でも聞いていいぜ。お前にはその権利があるだろうからな。そういうことか。じゃあ一つ聞かせてくれ。この間家族のために渡月を止めたいって言ったよな。ああ。何もかも渡月の計画を止めて、家族、娘の存在をなかったことにさせないためにやった。俺は2000年間それだけのために生きてきたんだ。まあそのあたりはもう大体話したよな。ああ、その話は理解できたよ。疑ってもいない。でもまだどうしても理解できないことがある。なんだよ。カゲロウはもう渡月の計画を止めて自分の目的を果たしたはずだろ。だったらなんで今そんなすっきりしない顔してるんだよ。お前って妙なとこで鋭いな。大した坊やだよ、まったく。イノセントが過ぎるだろ。まだ何か隠してることがあるのか。そうだな。いや、今まで言ってきたことが嘘ってわけじゃねえんだよ。ただお前に言ってないことがあるとすれば、俺はもう燃え尽きちまったってことかな。燃え尽きたって、なんだよそれ。もう2000年経ったんだぜ。俺の家族も俺のいた世界も何もかもが遠い過去だ。全部隠さず言っちまえば、今の俺にはもう何もない、何も感じない。
腹の底から空っぽなんだよ。たった一つの目的も果たした。今はただ無意味にこの世にとどまってるだけさ。亡霊みたいにな。カゲロウ、家族を失ったことは同情するよ。俺も同じだから。でもそんな言い方許せない。カゲロウは親父を殺した。俺の家族を殺した奴が燃え尽きたなんてふぬけてるのは許せない。言い方が悪かったんなら謝るけどな。それが俺の本心なんだ。聞きたかったのはお前だぜ。それとも今度こそ俺を殺したくなったか。いや、正直に話してくれてありがとう。話ぐらいならいつでもしてやるよ。差しの勝負でコテンパンにされちまった身だからな。さてと、うん、じゃ真面目な話はこの辺にして、今度こそ町に繰り出すとすっか。え、今からか。切り替え早すぎだろ。この流れでよくそんな気になるな。最初からいいとこ連れてくって言ってただろ。人の話はよーく聞いとけよ、ゆいとくん。いや、さっきは俺の言うことなんか信じるなって言ってただろ。さあさあ、今日は素王で大人のプレイスポットを教えちゃうからな。二人でブイブイ言わそうぜ。遊びは現実逃避なんて言ってたけど、本当はもともとただの遊び好きなんじゃないのか。ユイト君が元気になる魔法の言葉を唱えてあげよう。いや、僕バッキーちゃんだよ。キャラの把握が甘い。バッキーちゃんはそんなに媚びてない。やり直し。ユイト君ってば、バッキーちゃん絡むと結構めんどくさいね。まあでもそうやって軽口叩けるならまだまだ大丈夫そうだな。何でもほどほどが一番だぜ。俺様のこと頼れる相棒って呼んでくれてもいいんだぜ、ユイト君。どこまで本気なんだか。でも頼りにしてるよ、カゲロウ。ユイト、少しいいですか。難しい顔してるな。何かあったのか。ええ、実は極秘で処理しなければならない問題があるんですが、少々厄介な内容でして、僕一人では少し手に余るかもしれないので、ユイトの力を借りられればと思うんですが、どうでしょう。もちろん俺で役に立つなら。でも厄介な内容って一体何があったんだ。実は少し前から旧海抜群病院で行われていた研究について独自に調査していたんです。その調査の過程でとある研究データが青蘭側のスパイによって持ち出されたことが分かりました。ここでは詳細は話せませんが、極めて危険度の高いものです。一刻も早く消去しなければなりません。ってことは青蘭の研究施設に潜入することになるのか。ええ、特異生命研究施設にあるはずです。わかった。メンバーは俺とルカの二人だけか。ええ、その方がいろいろと都合がいいので。そうか、極秘の作戦なら知る人数は少ない方がいいってことかな。そう思ってくれて結構です。ではすぐに出発しましょう。今更だけど、潜入に気づかれないように隠れながら進んだ方がいいかな。
いえ、前回も通った怪異の多いエリアをあえて選んでいますから大丈夫だと思いますよ。警備が強化されている可能性はありますが、ほぼ無人なのは間違いありません。一般の人がここを通るのは無理だ。これで私はサボる。お願いユイト。大炎上だな。今だ。見事な連撃です。畳みかけるぞ。終わりだ。いけますよユイト、決めてください。狙えるぞ。ユイトは成長著しいですね。俺も少しは節電トリオに近づけたかな、なんて。よし、敵が珍しいものを落としたみたいだ。外角にダメージを確認。このままぶっ壊せ。それぺちゃんこだ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。俺がやる。終わりだ。今の一撃は見事でしたね。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな、気をつけてくれよ。予想以上に怪異の数が多い。やはりユイトに一緒に来てもらったのは正解でしたね。あまり道中で手間取ると潜入を察知されて研究データをよそに移されるかもしれませんから。ついてきた甲斐があったな。そういえばなんで旧海抜群病院の研究なんて調べてたんだ。そうですね、ユイトだから正直に話します。こんな言い方で気を悪くしたらすみませんが、ユイトを見ていて考えてしまったんです。自分もいつか超能力を失う日が来るかもしれないと。そうか、同じベルペッパーだもんな。ええ、その不安を拭うために政府が行っていた超能力に関する研究を自分で調査し始めました。その中にもしかしたら無能力症を根本的に治療するような方法があるのではと期待して。なるほどな。あ、だから今回俺に協力を頼んだのか。はい、こんな風に理由を聞かれた時、秘密を知っているユイトなら嘘をつかなくて済むので。すみません、勝手な理由で手伝わせてしまって。いいって、どんな理由でも頼ってくれて嬉しいよ。
それで期待通りのものは見つかったのか？いいえ、残念ながら。代わりに正反対のものを見つけてしまいました。もしかしてそれが今回の？ええ、薬剤を使って人の脳から超感覚刺激ホルモンを除去し、能力を完全に消し去るという技術です。あ、能力を消すって。なんでそんな研究をしてたんだろう。敵対する超能力者を無力化する軍事用の兵器として転用するつもりだったようですね。それを今は研究を盗んだセーランが進めてるってわけか。こんなものが実用化されれば、超能力を武器とする僕たち海抜軍にとっても大きな脅威になりますし、何よりベルペッパーとして差別されながら生きる人間を今以上に増やすことになります。そうだな。こんな研究絶対にやめさせなきゃ。早いとこデータを見つけ出して消去しよう。ルカ頼む。研究について調査をして潜入作戦まで立てて実行しちゃうんだから。こう見えても海抜群としての爆発だけは踏んでいますからね。さあ、まだ気を抜くのは早いですよ。任務遂行までもう一頑張りお願いします。
ここが盗んだデータを研究してるラボなのかな。そのはずです。誰もいないようですね。今のうちに済ませてしまいましょう。これはちょっと待ってください。どうしたんだルカ。どうやらセーランの研究はすでに僕の予想よりもずっと進んでいたようです。このデータは薬剤を無差別に散布して町一つを丸ごとベルペッパー化する兵器の開発計画です。これを応用すればニューヒムカの人類全体をベルペッパーにすることさえ可能かもしれません。なんてこと考えるんだセーランは。そんなヤバいものすぐに消去しよう。どうしたんだルカ、早くデータを。いえ、ちょっと変なことを考えてしまいまして。ユイとはこんな風に思ったことはないですか。もしこの世に能力なんてものがなかったらって。ちょっと待てよルカ、急に何を言い出すんだ。僕にはあります。物心ついてからずっと超能力に悩まされてきましたから。今の社会は能力の優劣にとらわれてしまっている。能力のあるなしで差別され、人生が左右されてしまう。でも人類すべてがベルペッパーなら、もう誰も能力のことで悩む必要はなくなるんじゃありませんか。能力なんてものさえなければ起きなかった悲劇をユイともたくさん見てきたでしょう。落ち着いてくれよルカ、自分が何言ってるか分かってるか。僕は落ち着いていますよ。だったらそんな兵器なんかで悲劇がなくなるわけないって分かるだろう。悲劇を起こしたのは能力じゃなくて人間だよ。無理やり能力を消したって何も解決なんかしない。ルカがずっと悪んでたのはわかる。俺も超能力を失うことを考えたら不安になるし。でもだからってみんなの能力をなくせばいいなんて、そんなのは絶対間違ってる。誰よりも能力の優劣にとらわれてるのは本当はルカ自身なんじゃないのか。すみません、今のはちょっと趣味の悪い冗談でしたね。え？冗談だったのか。なんだよ、脅かさないでくれよもう。安心してください、研究に関する全てのデータはバックアップも含め後も残さず消去しました。そうか、ほっとしたよ。では帰りましょうか。怪異だらけの中での瞬間移動は危険ですから、元来たルートで脱出しましょう。ああ、わかった。行こう。今のルカの話、全部冗談だったにしては、妙に気持ちがこもってたよな。実行する気はなかったにしても、ルカは本当にそうしたいぐらい苦しんできたのかもしれない。これで無事終了ですね。お疲れ様でした。何事もなくてよかったよ。さっきはちょっとびっくりしたけど。なんとなくユイトをからかってみたくなったんですよ。それに今だから言いますが、正直ユイトには少しばかり反感を持っていました。え？反感というよりひがみですね。僕は幼い頃からずっと研究のための実験動物みたいなものでしたから、同じベルペッパーでもユイトはそれを気に病むこともなく家族に愛されて育ってきた。そんなあなたに僕の気持ちがわかるはずがないと心のどこかで思っていたんです。
そうだったのか。ごめん、俺ルカがそんな風に思ってたなんて。ユイトが謝る必要は何もありませんよ。さっきのユイトの言葉で僕も気づかされました。違う生き方をしてきたからこそ僕と違う見方ができて、そんなユイトから学ぶことがあるのかもしれないと。能力の優劣にとらわれているのは僕自身。ユイトの指摘は確かにその通りだと思います。あはは、勢いで偉そうなこと言っちゃったな。僕の方こそ子供じみたことを言ってお恥ずかしいです。セプテントリオンがこんな人間でがっかりしましたか？いや、ルカの本音が聞けてよかったよ。今後も遠慮なしで話してくれると嬉しいな。本当にユイトはまっすぐですね。そういうところも少し見習ってみましょうか。というわけで、せっかくですからここからアジトまでまっすぐランニングで戻りましょう。え？アジトまでって結構あるぞ。せっかくルカと一緒なんだし、瞬間移動で。スタミナも筋力と同じぐらい大事なんですよ。さあ、行きましょう。1、2、1、2。遠慮なしってそういう方向？僕はずっと兄さんの強さに憧れていました。けれど最近はユイトのような強さを見習うべきだと思っているんです。え？俺あんなに強くないような気がするけど。強さといっても超能力や戦いの力ではありませんよ。心の強さとでも言えばいいんでしょうか。ユイトの折れない、いえ折れまいとする強さがあれば僕も変われる気がするんです。また一歩ユイトの心に近づけたような気持ちです。じゃあ俺からも一歩近づいたから、お互いに歩み寄れたって感じだな。